今度後ろ2台だったら100円罰金ですよ。大丈夫ですよね。それではスタートしたいと思います。 13.5 ターンクラスの A メイン8分間スタートします。スタートしていきました。おっとトップがこれは星選手だ。星選手、鉱物的ボディがバグってる。完全にバグっております。そして3番手は森田選手。なんとフライングしてきた時代が意外といいところに上がってきてる。なんだこの人たち。さあトップの横尾選手がなんと6番手、あ、今少し上げました。5番手まで浮上です。さあ、星選手が先頭。これ、第1回目のワールドディズニージャパン。第1回優勝を目指して。あ、澤田選手、すいません。澤田選手、こっちに戻ってください。星選手、優勝を目指して、まっしぐら、今、ただいま1人で先頭を走っております、星選手。あ、言い過ぎちゃった？はい。さあ今度先頭に変わったのは塚田選手だ。塚田選手ただいま先頭ですよ。自分だけ先頭です。塚田選手、あっとこれも言い過ぎちゃった。言っちゃダメなんだな。さあ塚田選手がただいま先頭。そして2番手は鳥居選手。鳥居選手確かフライングしたような気がするんだよな、この人。鳥居選手2番手走行。そして3番手は森田晃平選手。黒の翼4番手横尾選手が鬼プッシュ上がってまいりました。あートランスフォームだ。横尾選手直った直った直った。でも何かが外れました。何かが外れた。あ、ボディっぽいかな。さあどっちか分かりません。さあ塚田選手がたらいま先頭。黒と白のマシン、この車が先頭。横に CRC と貼ってあります。この車が先頭です。ただいま星選手の後ろに現れた車、これが塚田選手先頭の車。そしてトリー選手がその1秒174後ろ2番手を走行。ストレートいます、ストレートいます、ストレートいますよ、ストレートいます、ストレートいます、ストレートいます。はい、クリアになりました。ちょっと車見てあげてください。この車、さあ順位の方、塚田選手先頭は変わっておりません。黒のマシンが、しかしトリー選手がゆっくり上がってきました。コンパ609の差、トリー選手上がってきましたよ。後ろにあー、ブラブラインタタンゴが今ちょっと事故ってしまった。まあ、とてつもなく楽な展開だと塚田選手ですが、回りましたのは今度は森田選手だ。森田選手も来ました。そして3番手はトリー選手。白と青がトリー選手3番手、そして青と白、横尾選手がまたまた4番手来ております。そして5番手が小森選手でしょうか。今最終コーナーの手前でジャンプしておりました。小森選手が5番手。そして6番手は白とオレンジの車、あ、シルバーとオレンジの車、小森選手が6番手を走行ということになっています。さあ時間の方3分30秒経過しました。まあ、塚田選手先頭変わりません。もう心の中で俺行っちゃうんじゃねえよって思ってるかもしれません、塚田選手。まあこれで3分40秒、塚田選手かなりいい展開。さあ星選手の後ろが先頭の車です。星選手の後ろが先頭の車、はい、後ろに来ましたらスムーズに避けてあげてください。さあ森田選手も何気に頑張って1秒533の差。さあ横尾選手も上がってきましたよ。森田選手のすぐ後ろ、はい、星選手ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。デッドラインでした星選手。さあ2番手3番手はコンマ668の差。さあ森田選手ちょっとたまんないこと、真後ろに来ました。さあ4番3番手の横尾選手、1台トランスフォーム中、トランスフォーム誰かに直してもらわないと絶対に直れません。さあ直った、トランスフォームが直りました。
さあ塚田選手と森田選手かなりしましたよ。1秒26で時間の方は残り3分です。残り3分、はい、そして鳥居選手の後ろに2番手の車です。鳥居選手の後ろが2番手の車、はい、鳥居選手ありがとうございます。その鳥居選手の後ろ3番手の車ありがとうございます。鳥居選手もジェントルラインありがとうございました。塚田選手余裕を持って前を走るというわけにはいかないようです。0秒938離れまして、すぐ後ろに森田選手、その森田選手のすぐ後ろに横尾選手と、ワンツースリーかなり接戦です。ワンツースリーかなり接戦ですが、はい、いやちょっと1台もしか、ああ直りました。横尾選手の車直りました。さあ塚田選手、おっと小森選手、ああ惜しい、小森選手もいいところまで行ってたんですが、ちょっと惜しかったみたい。さあ横尾選手と塚田選手は1秒008、ああやっちゃった。塚田選手じゃなくて誰だっけ、横尾選手やってしまいました。森田選手が前に出た、2秒120の差。塚田選手はおそらくここでにんまりしたはずでしょう。もう心は俺もう多分いけるなと。はい、マーシャルは大丈夫ですね。はい、大丈夫です。ごめんなさい、橋本選手。さあ残り1分30秒、塚田選手は1分30秒逃げ切れば第1回のチャンピオン、第1回のチャンピオンというわけで塚田選手一生懸命頑張っております。さあ森田選手1秒236、なんとかなるか、なんとかなるか。あー横尾選手が止まってしまいました、3番手。さあ小森選手が3番手に上がりました。森田選手落ち着いていけば間に合うかもしれません。残りがちょうど1分、残りが1分です。さあ森田選手いきなり11秒台また出てきました。一気に来たこれ。はい、小森選手の後ろが先頭です。小森選手、はい、ありがとう。その次、はい、小森選手の後ろが2番手の車です。はい、ありがとうございます。さあこれ残りが30秒、面白そうなんで、はい、30秒延長しますか。あ、いいですか、はい。さあ来ましたよ、0秒7まで来た、森田選手来た。森田選手のラジコン人生を全部投入していただきたい。もう森田池まで来ました。そう、京都人のパワーを見せていただきたい。さあ残り8秒7秒、もう一周ある、もう一周ある、多分ある。これがファイナルラップです。はい、今これで8分が経過、小森選手はゴール、はい、星選手ゴール。あれあれあれ、知らないうちに変わった選手ゴールになります。はい、それでは第1回1セル 13.5 ターンクラスチャンピオン森田剛平選手。